みなさんこんにちはさくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストですこのポッドキャストを聞いた後に三つの質問に答えてみてくださいあなたが日本語をどれくらい理解できたかチェックしてみてください今日のテーマは 新しい街についてです。私は今出張で宮城県仙台市にいますで。しばらくここにいます。なので小さな引っ越しのような気分です。で今は新しい街に 滞在しているのですが楽しいです昨日は、えっと、少し仕事をした後に街を歩いてみました宮城県仙台市の仙台駅の周辺を歩きましたでとても栄えていて いろいろなお店があって人も多くってとても賑やかな街だなと思いましたそしてそれと同時に住みやすそうな街だなとも思いました私は普段東京に住んでいるのですがあまり東京観光をしようという 気持ちにはなりませんなので結構家とかあとは近所を歩くぐらいが多いのですが今はこうやって新しい街に来ているのでどんなものがあるのかなと思っていろいろ歩いています新しい街に来ると楽しくてそして毎日 刺激的ですよく人生を変えるなら住む町を変える付き合う人を変える時間の使い方を変えるこの3つのどれかをしましょうと言いますで私は今住む町が変わっています最初出張は嫌だったんですけれども これはとてもいい機会になりそうだなと思ってあと3週間くらいですかね楽しんでここに住んでいきたいなと思います。皆さんももしチャンスがあれば新しい町に数週間住んでみるのもいいかもしれません。 それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあ、またね。